カード開封タイムです。皆さんお待ちかね。やったぜ。90パック、あります。内訳見ていくか。玉座、8パック。ウンゴロ、なんと、61パック。そして、懐かし、なんだっけ、これって何？これって何？これな、何？これどこのシーズン？ウンゴロの前ってこれなんだっけ？これって何？これ、球審ならこれわかるわ。これなんだっけ？これ何？これなんだっけ？何かわかんねえの、4パック。球審7パック。あ、ガゼッツさんか、そんなのあったら。クラシック、なんと10パック。さすがにね、まあ、みんな大好き、ウンゴロパックじゃねえわ。玉座が足りねえから、玉座を、そうだな。切りよく。俺はライトに金払わねえから。60パックまで増えたな。パック買うの間違えることはね、間違えるわけねえだろ俺が。ずっと貯めてたんで、ウンゴロは。この日のためにな、ブラフをするためにずっと買い貯めた。どこから開けようかな。まあ、まずやっぱ、ウンゴロが一つあげるか。こんだけあったら、あるだろう。おどうだどうだ新環境始まったばっかのに、ウンゴロのパック開けられる感想はどうだエピックが出たぞ、でも。レア。ゴールデンコーモン。ゴールデンコーモン出たね。悪くないね。このカードを使ってバフパラ。いいな。この辺やってきたいな。次はバフパラか？これも使う。次、クラシックだね。やっぱり一番お世話になった。これはやっぱりね、クラシックが気になるよね。おー、やっぱクラシック。おこれで海賊ボリアができるな。このカードは海賊ボリアでも必須だからな。マッドボンバーか。確かにこれアリーナでお世話になるよね。おズーもできるな。沈黙プリも展開できるな。もう一回ちょっとこのウンゴロ行こう。玉座あげるため、これもう、入れ込んでいくから。間に入れ込んでいくから。おレア。あんまり使えそうないな。じゃあ一つ玉投げるか。おお、エフェクトが凝ってるね。えしょぼない？クリプトロード、ゴミでしょ。うわ、怖いなぁ。なにこれ。レア。レア。うわ、クスーンのカードが難しいなぁ。やったぜ。これがまさか拾えるとはな。オズラック、レアレア、すごくいいパックだね。これはいいな。いいカードが出てるね。レア、あーなるほど。おー、明治か。レアゴールデン
コーモン。まあまあまあ。レアエピックゴールデンレア。おお、いいね、いいパックだね。たまたまいいのも出てるね。アドブウェイはね、ドルイドだった。エピックレア。お、アースエレメンタルか、いいね。ここでガジェッタンいくか。おお。エピックおお。多分持ってるな。レア。だんだん速くなってきた。飽きてきた、俺が。寝返り？あ、パスするやつか。ガジェッタンのパックが一番好き。これ凝ってるね。フリーズじゃない、フローズンパックの回数レア。全然、お、これ面白そうな感じ。レア。え、こんなしょっぱいの？なんか出てよ、早く。俺が欲しいのは、なんだろうな。とにかくレジェンドが出れば、なんか何でも盛り上がる人だし。出してみたい。あ、言うよね、スペースキーで。それ毎回言われてれば。あ、右手をスペースキーに置くことの方がめんどくせえわ。無理だ。諦めない。レア。クラシックに行くか、ここで。まあ、基本に変えろ。レア。レア。おぉ。アリーナでよく見るカードばっかりだな。レジェがどうのっていうのは、ね、やっぱ買わなきゃダメだろ。10パック以降だ。ゴールデンコーモン。めっちゃゴールデン出てるやん。これはいい金になりそうなパックだな。レア。ゴールデンレア。いいじゃん、悪くないね。きた、パラガスのガルバド。永久に使われないカードだな。いいね、ガルバドンが来たね。レア。レア。ゴールデンコーモン。悪くないね。これは楽しそうだ。クリスマスツリーができる。でもこれが8マナだって考えるとさ、あれじゃない？あのパラカスのさ、シクレパラがどんだけ強かったんだって話だよね。シクレパラのやつって何マナだっけ？ 6 マナ66でシクレ全部貼るんだっけ。まあメイスとコストの違いがあるとはいえ、って感じだよな。テンポ取りながらあれを蹴るのは強いよ。あ、ライデンが使ってたな、それは。ライデンの配信見てたんだけど、最初にもう。ゴールデンレア。ディバシのついた、ディバシのついた、11、2マナ11ディバシ比、スペルダメージ、プラチかな。あれは、なんか、ライデンが強いかな。レア。かっこいいじゃん、これ。来たな。パック当たると、別にこれ毎回買ってるよ。新しいシーズンが始まるごとにね、だいたいね、1シーズンの間にね、アリーナとかやってるとね、7000ぐらいボード溜まるから、やっぱクエストこなしてると。あとは、あとクエストこなすのと、あと何年か。80ゴールドクエストくれるフレンズを取ってるから。さあ！冷凍睡眠、いいね。
ダイドラボッチ。こいつなんか何回も入れんな。ああ、そうそう。それもあるんだよ。なんかね、ウォーロックの、なんかそういうコンボも強いっていうよな。今シーズンはね、ビッグドルイドだろ。まずドルイドをやりたいな。どうせ、なんでも、多分、こんだけマスあったら、多分ね、4つくらいはできるんじゃないかな。パック開封の音に負けてる。下げろ。BGM、これか。あ、この音がでかいんだ。レイ。エピック。おこれエピックだったんだ。レイ、レイ。これやたらアリーナで見るけど。マスはね、多分これ開けたら3万ぐらいじゃない ?3 万ちょいじゃないかな。それぐらいいかないかな。ファンドラルとかでしょ。ファンドラルも一応持ってた気がするし。それよりカードあるんじゃねえか。ミルオリアーって言うの。お、サチューだ。サチュー結構よくやったな。いいね、エンケルが来た。ホガーじゃん、やったぜ。とんでもねえ量パックだ。ありがとうクラッシュ。先に開けちまうわ。球神はさすがに懐かしいな。もう懐かしさしかないな。やったぜ。これでビッグドルイドができる。おい見てくれ、ビッグドルイドに今一歩近づいたな。これヌゾスだろ。これとビッグドルイドに一歩近づきやがった。これパックが溢れた。この配信、玉田パック、玉田開けなきゃ。ああ、いい感じにでも、カードくる。うん？レア。すごい面白そうだな。ローワンがあるよな。サドルが終わった。さっきのクリアしたと。レア。ゴリパイクリアした。俺たちの正義。レア。それ一回投げちゃったけど。レア。もうアドベはやらないって言ったからね。ダイオットだね。アドベだとさ、ライオットも稼げねえじゃん、彼。ゴールデンレア。まあ、そこはね、刺してやろう。もっと稼ぐためには、こういう、普通のカードセットの方がね、儲かるんだって。ライオット的に。カードレビューもずっと前にしてた。もうやんねえ。し、多分よくわかんねえ。前のなんか出やすくなったみたいか。レアやらエピックやらレジェンドやら。おどうと思う。レアエピック。おお、レアマジで。あ
ああ、でもあれ、あのゲーム、待って、あのさ、さっきやったさ、アドベンチャーって、あれゲーム始めたばっかの人ってあれやったら勝てんの？あれ、低コストでどうやってクリアするかみたいな、誰か上げてる人いないの？あれ結構しんどそうだね、確かに。もう、ある程度資産ある人だったらね、あんなの楽勝で、ね、シャンシャーンで終わりだろうけど。あれ、本当に始めたばっかの人とか、なんかしんどいよな。こういうとこないよって言うのが優しくねえな。ほぼ基本動画でクリアしてる人は、ほんと、それはね、プレイ。ワンボタンで全部上げてほしい。やだよ、ね。これで、オールレジェンダリー。いいじゃねえかよ。俺見ろ、ポイステロック。ポイステロックにも多分これ入んないんだろうな、多分。レアでエピック。おお。レアゴールデンコーモン。いいね。レア。うん？しょっぱいね。レアゴールデンレア。いいね。いいよ。どうせ持ってるからな。ああ。エピックレア。いいね。両方多分持ってるね。レア。うん、しょっぱいな。2枚出るのか。3枚は出るんだ。ゴールデンレア。アリーナでは使うからかな。レア。火山噴火エレメンタルボルカニックシャーマンに追い越しちゃってたかも。レア。レア。お。来たか。これ乗ろうか。レア。これさっきから何回見てるな。顔がムカつくからかな。顔がでかいからや、みたいな顔してるな。こいつちょっとこいつ、あ、ペンギン可愛い。来たな。レア。ゴールデンコーモン。結局レジは何が引けたんだろう。結局メイジだけ。あれ、これこっちで引いたさ、レジってメイジだけ。今のところもしかして寂しくないかね。なんかもらい物少なくなる、ね、またヒモンか。もう一回こっちに手をかけたら、おお、またこいつか。なるほど。ワンパック、ツーレジェンダリーみたいな、そういうの頼むんだけど。しょっぱいな、しょっぱムーチョだな。アリーナで全部見るカードだな。アリーナで全部見るカード。エピックレア。レジェンド。断末魔。レア。
ノウーズエピックレア。端末のハンターできる。まあ、クラス、なんだっけ、クラシックじゃねえわ。みんな、共通の方がいいよな。クラスカードよりは、コモンの方が、なんちゅうか、使い道がありそうな予感はするけど。で、こんないっぱい出んだよ、タールロード。タールロードもさっきからよう出てるわ。ニケリア。ゴールデンコモン。レア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 ピック。うん。まあ、パックとしてはいい。よーし、最後弾だらけになったわ。ようやくここまで減ったな。ゴールデンレジェンド、やったぜ。ドルイドのゴールデンレジェンドが来たな。ガーッと変われた。あーポポグチャムポグチャムだ。スロールか。シェーマニズムを感じていく。シェーマニズムを感じるのも楽しそうだけどな。進化シャーマンネオみたいな感じか。悪くないね。あ、翡翠殺しも来たか。いやでもあんま出てないでしょ。新パックの方から出たレジェはだって2枚だけでしょ。レア。じゃあこれ1マナばっかりでやがって。レア。ああ、ミニオン出るごとにね。そうそう。あれ面白いよね。環境に合わない。俺今日さ、まだ今もやってんのかな。ウォリパイってずーっと配信やってる人がいてさ、見てたんだけどさ、ウォリパイ強いな。現環境でもウォリパイはやっぱり強いんだなーって思って、ずーっと見てた。ご飯食べながらね、配信やってる、ちょうどお昼ぐらいにやってる人が実は、ウォリパイをね、ずーっとま、ぐいぐいランク上がってた。あ、やっぱりウォリパイ強いわ。特にこう遅くなったらなればなるほどゴリパイね、ウィリみんな試してるからね、固まってねえからアジロでいく。レアレアミッドレンジドロイド、ミッドレンジドリーゴールデンコモン。なんかコレントがなんかツイートしたやつさ、なんか俺ツイッターさ見ると誰かしらなんかパースストーンのことリツイートしてたさ。エピックグレジェンドグルダンか。これはいいな。ちょっと水飲んでくるわ。これはいいわ。実はデーモンロックをやりたい、デーモンロックをもう一個やりたい出来だったんだよね。これはいいな。なかなか面白そうだね。Thank you.
結構いいね。カードはいい感じに出てるね。あの、これ、これちゃんだからできる。構築も今配信のテレビしかわかんない。やります。いや、少なくとも今日はあのやります。ちょっとやってみます。まあね、自己配信、まあ黎明期は普通の配信やってたからね。普通にランク戦図、あのデスラトルパラディンとかやったから。デスラトルパラディンが扱ってる時代だったから。お、来た、サメグマ、かわいい。これもいいね。普通の構築でね、最高はないって、そのレジェンドまで言ってねえよ。最高はね、普通の構築は最高でランク5、ミルローグで言ったのが最高がランク3。普通のやつではね、まだね、あんまり勝った経験がないんだよ。なんかウォリアーなんか見た感じ似てるカード多いよな。なんか手札を全部デッキに返すみたいなカードと、なんかあのカードそっくりのカードがあるな。ちなみにその時はね、あの最初にやった時は一番初めにこうランク5に行ったのはあのね、フェイスハンターだったから。フェイスハンターがね、あの資産がないときやっぱりね、ああいうね、アグロデッキたまらないんだ、フェイスハンターみたいな。あのね、無理なんだわ。まず、あのね、ダメなんだよね、こう、長いことゲームができない。長いことゲームできないっていうのは、あの、飽きてしまう。飽きてしまうのは、まあ、梅原が言うには、こう成長しないからみたいなこと言うんだけど、ね、あ、アクションだわ。同じことでさ、なんか大体さ、一つのデッキって、まあ、まあね、あの、もっと細かい話したら多分ね、すごいこう考えることたくさんあるんだろうけど、でもね、こう、7割ぐらいのさ、この操作感だったら、何戦だろうね、何戦かしたらさ、ある程度さ、あ、このデッキってこんな感じなんだなってなったらさ、こう、やる気なくなってたじゃん。ん、そういうことあるでしょ。あ、大体こんな感じね。はいはい。じゃあいいや、みたいな。めんどくせえな、みたいな。そういうのがね、あるんだよね。まあ、まあ、ちゃんとやったからって言って、まあ、レジに行けるかどうかなんてわかんないけど。いろんな種類のデッキをローテする。そうそう。だから、でもね、かといってさ、中途半端なティア2のデッキはやりたくないと。絶対面白くねえから。だって弱えんだもん。だからティア1の方が強えんだもんだって。でも、強えからといって、そのデッキばっかマシンと、面白くねえじゃん。飽きるんだろ。それは甘えてる。だから、そこにね、うまくねえんだよ。そういうのが、ちゃんとこうね、まだ、どうしたら、この、ここで、でやったら、もっとうまくできたかみたいなの、ちゃんと考えてやれる人は、うまい人だと思う。俺は、あ、7割で、まあ、ええや。ところがあるから。こうね、俺のやっぱね、性格はね、こう、多分こう、あるじゃん。成長曲線というかさ、こう、短い時間で7割に到達するのは、多分俺早いの。短い時間で7割。でもね、そこからね、上げるのって大変だしさ。まあ、みんなそうなのかな。そこまで行くのはね、多分他の人よりも早いと思うんだけど、でもね、そこをね、な最後キック出なかったね、レジェンドもね。さ、何マソかな？あ！